市長の大川秀子でございます。市民の皆様には日頃より新型コロナウイルス感染症の予防対策にご協力いただき心より感謝を申し上げます。新型コロナウイルス感染症対策について緊急のお願いとなります。栃木県内においても各地でクラスターが発生するなど感染拡大により入院者数、重症者数の増加が続いており、栃木県医療危機警報が出され病床逼迫のリスクが高まるなど危機的状況がさらに進んでおります。このことを受け12月30日に県の警戒度レベルが最高の特定警戒まで引き上げられ、知事より不要不急の外出自粛が要請されました。本市におきましても断続的に感染者が確認されており、市民の健康や命を守る医療体制を維持するためにも市民の皆様には不要不急の外出自粛要請にご協力いただくとともに、やむを得ず外出する際は感染リスクを避ける行動をお取りくださいますよう改めてお願いを申し上げます。最後に、新型コロナウイルス感染症は誰もが感染しうる病気です。感染した方やそのご家族、関係者、医療従事者の方々に対して不当な差別や偏見、いじめ、SNS 上での誹謗中傷を行わないよう重ねてお願いをいたします。